はい、ヒロミです。今回もポケットモンスターホワイト2のライバル実況を続きやっていきたいと思います。前回はジムリーダーのヤーコンを倒したところまでやりましたので、今回は、PWT ポケモンワールドトーナメントをやっていきたいと思います。はい、最初なんで、ホモドエトーナメントしか選べませんということで、やっていきましょう。いきましょう。行くぜ。最初はライバル対決か。行くぜ。はい、多分相手多分レベル25で統一されてんのかな。じゃあ地鳴らし。危ない。オッケー。経験値は入らないよね、これは。交代も普通の対レート対戦とかと一緒で、そう相手が何々を繰り出そうとしているみたいなのは出ないんだね。やけどはしないでくれよ。まあしてもあんまり関係ないっちゃ関係ないけどね。まあこっち特殊型なんで、やけどしたけど3割がでかいよな。まあ一旦ダメージは食らっちゃうけど、まあ攻撃力はね下がんないんで、こういう曲ってか、特攻は下がらないんで。はい。波頭棒。どうしようかな。ジャノビエちょっとお役御免してもらうとして。その前にちょっと、種まきしとこうか。エアカット。急所か。激流入ってから多分メガドレインの方が効くんじゃないかな。はい、すまないぞジャノビー。じゃあどうしようかな。ナックラ波頭棒対決でもよかったけど、ナックラーの方が多分岩なだれを覚えてるんで。やった。あー、外れんのかい。挑発、変化技ができなくなりますね。まあ、フル技構成なんで関係ないんですけど。ありがとうございました。じゃあ、まあ、メインのポケモン N が見たらど、前作のさ、ほんま最初の時の N が見たらどう思うんやろ。はい、チェレンか。なんか、ここ一番いらない対戦な気がするが。まあ、しゃあないんやろうけど。お、理想を求めか。じゃ、というか、チェレンが、なんだ、ゼクロムに選ばれる可能性とかもあったわけか。はい、ジムリーダー戦以来ですね。あ、どうも。いや、こちらまた、こんなに早く再戦できると思いませんでした。よっしゃ、あ、ジムリーダー戦の BGM だ。行くぜ。ムーランド。ナックラー。どうしようかな。威嚇。
ああ、怪力バサミか。初攻撃下がらない。で、相手の素早さを下げていこう。おー、急所。この急所は偉いな。次も、ああ、さすがに。ケイ。ミルフォック。ああ、ちょっと、前作のアロエさんのトラウマが。ちゃんと、先生の爪が発動してくれるの偉いな。催眠術。そしたらもう、ナックラー切っちゃおうか。先生できてもな。そう、寝てるからな。次は耐えるけど。まあまあ、しゃあないでしょう。じゃあ、ここも、メガドレインで倒しちゃいましょう。覚えてないかな、叩き打ち。まあ、あれはなんか、アロエさんの1000倍特許から使ってないかな。目覚ましビンタ。そう。これちょっと、眠らされてもいいように固定ダメージを与えていこう。危ない。これでね、まあ眠らされてもダメージは与えられるんで、あと時間経過を待つだけっていう状況にしていきました。ちょっとめちゃくちゃ解約戦法を使っちゃってますけど、まああと毒毒とかあれば完璧なんですけど、なんかあんまり動画映えはしないんだよな。これか、薬使われないのはいいね。はい、ありがとうございました。めっちゃ英語使おうやん。まあ、さすがに学校の先生やからか。英語の授業とかしてんのかな。まあ、てか、一種地方自体、アメリカ舞台やから、まあ、そんな意図はなかったのかもしれない。マジで？すげえな、アクロマさん。いや、個人的にカオリさんと戦いたかったんですけど。おお、なんか、決勝は、なんか、演出が派手だな。ぶっ飛ばせ、ぶっ飛ばすよ。さすがに、何もさせてもらえない状態には、ならないです、多分。なんかもう情報がなさすぎて、もう、情報が、紹介文がもう薄すぎる。うぜ。はい。よろしくお願いします。はい、アクロムさん。よろしく。テアコイルか。なぜジバコイルにしないんだろうっていうのはテンプレで言わせてもらいます。相性的にはめちゃくちゃいいので地ならし。やった。テアコイルはね、素早さ持続値がジバコイルより高いんで、あー、頑丈ですか。あー、よっしゃ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 。危ない。いや、めっちゃ外してくれるな。嬉しいな。そんな命中不安定の技を採用してるからだよ。リフレってな、特性、冬？ちょっと記憶は曖昧だな。ちょっとナックルは相性が悪い気がする。回復封じ。あー、でも、あれか。あれが使えないのか。羽集めが。急所。
鳴き声。まあ、九州に当たってくれれば、攻撃ダウンとか関係ねえぜ。よっしゃ。交代しよっかな。ギアルは鋼タンタイプなんで、地面が、抜群ですね。充電。こう、そう。これ特防が上がるのかな？特防だけだよね。まあ、でも、物理で攻めるんで、あんまり関係ないっちゃ関係ないんだが。次の特殊技の威力上がるのかな？あ、電気技だっけ？記憶が曖昧だな。しゃあ。はい、勝ちましょう。優勝だ。イェイ。おお、そうだろう、そうだろう。お、全員揃ってるね。ありがとうございます。1、もっとくれてもいいんですけど。優勝ですけど。あ、ホミカじゃん。久しぶり。おお、ホミカとはもう一回戦いたいな。まあ、お金もね、経済を発展させるためには重要だからな。おお、そうだな。フィッシュ地方、チェレン。そうだな。はい。じゃあ行きましょう。あ、なんだ？まあ確かにな。ブラドマダンじゃん。なんでこんなところに。え？アクロマさん。まあ、そらそうなんだけど。ほう、まあまあまあ。勇気と無謀は違うからな。じゃあ、行きますか。アイテムある。ここかな？ん？冷たいの、なんだろう。わあ、めっちゃ引きずりてるやん。なるほど。船丸ごと、アジスなのか。なるほどね。わあ、めっちゃいる。めっちゃいる。あ、久しぶりに来た、プラズマ。おう。なるほど。主人公は二人でいいのか。やった。どうか。ジャノビーはちょっときついな。かといって、ナックラに変えんのもな。特性浮遊だもんな、ドガーズって。地面技効かねえんだよな。あぶねえ。じゃあ、エアカッター。おお、めっちゃ食らうな。あー、毒状態。マジかよ。じゃあ、エアカッター。そう、必要な場面で九州に当たれねえんだよな。
どうしようかな。ナックラでいいや。地面技は効かないけど、岩なだれは効くので。当たらない。運が悪すぎる。あー、マジかよ。マジかよ。はい、そうですよ、あなたポケモン信じなさい。ヤブクロ、そう、ヤブクロだけなんや、ほんまに。でも戦闘変えてないんだよ、変えられないんだよな。どうしようかな。変えよう。ナックラ。じゃあ、ちょっと回復をさせてもらえないのきつい。蓄えるか。防御特防が上がるのね。さっき動いてくれ。でも耐えてくれるからよかった。ナメップしてくれてありがとう。はい、ありがとうございました。久しぶりだな、そのセリフ。あ、前作主人公のことかな。じゃあ行くぜ。おお、マジか。ことごとくこっちの相性悪いポケモンばっかり繰り出してくるやん。もう雷の脅威とか覚えてない。すよ。急所。急所マジか。じゃあ大文字、まあ、コルバットは倒してくれるので、よっしゃあ、メタパはいらんからな、炎やしな。全然効かへん。回復。小さくなる。おう、お、当ててくれる。オッケー。ワルビル。もうほぼムーランドに任せちゃってるけど、ありがとうございます。
かげでバオプのレベルが上がってきました。ありがとうございます。うん、そんな簡単なことじゃねえんだよな。あ、ちょっと回復させに行っていい？ああ、そうだね、前作もジムリーダーに結構邪魔されたからな。やっぱ毒タイプ使いなんだよな。はい、今回さすがにちょっとナックルは先頭にしました。はい、これチャオブも巻き添え食らしたけど、いや、できれば、ドガース攻撃してほしかったんけど。己ちゃう分を許さんぞ、プラズマ団。ラッタ。さすがにちょっとこれは岩なだれかな。あ、ナックルは攻撃されんのか。格闘技覚えてないのか。己ちゃう分を許さんぞ。っていうかさ、もう進化の石まで持ってんの、すごいな。ミルホック。どうしよっかね。砂地獄。ありがとうございました。OK。プラズマフリゲートって何？ガイアが、ちょっとどうするみたいな。ん？なんだ？七賢人の誰だっけ？あれか。そう。そう。ん？伝説のポケモン？ドラゴンポケモン？ゼクロム、レシラムは、どうなってん？あ、来た。なるほど。あ、確かに船ごとなくなってるな。あ、そうなの？ほう。じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、6番道路来ました。ちょっとここではあんまり捕まえたいポケモンもいないので、シルバースプレー使います。あ、とか なんでその先落とした方向にさ振り向くの、嫌がらせとしか思われへんねんけど。おはるちゃん、新無印のヒロインかな。
い、ありがとうございました。面倒だ。あそこは多分あれだよね。波乗りじゃないといけないよね。この辺のアイテムってさ、多分なんだっけ、キノコポケモンの可能性もあるんだよね。うん。なんだ？カゴメタウン。ほう。へえ。ありがとうございます。ちょっと水って応募使えるポケモンがいないんですけど。あ、はい。リージョンフォームともっていう感じか。あ、まあ後で、裏で捕まえたい、もらっときたいと思います。ほう、じゃあ行きましょう。あ、まあバトルになっちゃうのね。科学、やれるもんならやってみてください。じゃあどんどん先に進んでいこう。このなんだこぶをあれ、こぼてテラキオン、コバルオン、なんだあれ、七賢人の、ほう、まあなるほど、へえ。じゃあここで回復とかできんのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ行っちゃおっか。懐かしい。おー、ベルちゃん久しぶり。へえ。なるほど。まあ今回はちょっとトレーナーとかポケモンとかは、ああ見つかっちゃった。よろしくお願いします。レアコイルか。
はい、ありがとうございました。え、できてる。電気。あ、ここはアイテムだけか。ゴールドスプレー。こっちかな？じゃあ、うまいこと避けれたね。しょ。ん？あれ？N さん？ N さん？あれ、戦わないといけないっぽいな。避けれたんかな。おお、そんなにすごいポケモンがワールドトーナメントでも出るのかい。あー、トリプルバトルか。ふう、まあそういうことだね。さあどんどん、あ、ここやめておけ、セクハラやめろ、やめろやめろ、うるせえうるせえうるせえ。どうしようかな。ちょっと回復をしてもらおう。脈拍はあった方がいいです、絶対。あのドクターに負けたんですけど、はい、じゃあということで今回ちょっと中途半端な形になってしまいました。今回ここで終わりにしたいと思います。次回はなんだっけ、電気石のホラー穴の続きからやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではバイ。